マリオ、ラビッツ・キングダム・バトルは、UBI ソフトが、開発、発売したニンテンドースイッチ専用ゲームソフト。日本を含む東アジアでは2018年1月18日に、ニンテンドーより発売された。マリオシリーズと UBI ソフトの人気、キャラクターラビッツがコラボレーションした作品で、X、COM シリーズに似たターン性のシミュレーション RPG。武器は、 重火器となっているが、スライディングによる体当たりや仲間の力を借りる、チームジャンプといった、マリオシリーズらしい攻撃、移動手段も持つ。ジョイコンによる二人プレイにも対応し、専用ステージで協力プレイや対戦プレイが可能。ダウンロードコンテンツとして、追加武器やチャレンジマップ、ドンキーコングが登場する新しいストーリーが加わる、シーズンパスのアドベンチャーパックが明る。さらに、 スイッチ用ソフトから2作目にあたるマリオラビッツスパークオブホープ最新作歌唱が2022年末に発売予定になっている。ラビッツたちが物質融合装置スーパーマージをいたずらしたことでおもちゃのマリオグッズと融合してキノコ王国に入り込んでしまう。多くのラビッツたちはスーパーマージの悪影響を受け終われし、 さらに影響を強く受けてしまったラビッツのスポーニーは、クッパジュニアに無理やり協力をさせられ、彼らの暴走により王国は混乱に陥る。マリオたちやラビッツは3人一組でチームを組み、ラビッツたちと同様にキノコ王国に飛ばされてきたナビゲーターロボ、ビーポと共に混乱の収集に取りかかる。マリオシリーズおなじみの4人と彼らに、 そっくりな姿をしたラビッツの合計8人のうち、マリオを含む3人でチームを組む。最初に操作できるのは、マリオラビッツピーチラビッツルイージーのみで、ストーリーを進めることで、残りのメンバーも徐々に仲間にしていくことができる。探索ステージでは、ナビゲーターロボビーポを操作し、マリオたち3人はその後についていく形となる。ボスキャラクター、ありがとうございます。